はい皆さんこんにちはレック専任講師の荒川修一ですこれより記述式基準点突破ナビ講座という新しい講座をちょっとご用意していますのでその講座のご紹介を5分少々お時間いただいてさせていただきたいと思います今回もよろしくお願いいたします はい、えー、ということで、まあ、新しく「記述式基準点突破ナビ講座」という講座少しご用意させていただきましたのでじゃあそのご紹介画面の方で見てあげてください。はい、ということで、まあ、記述式基準点突破ナビ講座、まあ、副題としては「記述式過去問の分析から最短ルートを確保しましょうと」と、まあ、このようなコンセプトで少し。 講座をご用意させていただきました、まあ,あの講座のコンセプト等々を移していきますので、まあ、あの興味を持ってご覧いただければと思います。はい、ということでまず、まあ、どういうコンセプトでこの講座をご用意したかということなんですけれども、まあ、一つは「過去問への原点回帰」というふうに私考えてご用意をしています。 択一と比べて記述式の場合はどうしてもこう過去問を繰り返し回すというような学習スタイルではない方がほとんどなんですけれどもやっぱり例えば東連だったり模試の問題ばっかり解いているとどうしても本試験問題を見た時に何かうまく対応できないという方が一定数いらっしゃるように思います。ですので、まあ、最終的に皆さんが解かなければいけないのは過去問。 を代表とする本試験の、えー、形式で本試験のその場で出される問題ですからそれに対応する皆さんの対応力というのがどうなっているのかを確認するためにはやっぱり過去問を、ね、解いいてみることとが一番だと思いますなので、まあ、何回も繰り返す必要はないかもしれないですけれどもということで一旦ちょっと皆さんの立ち位置を確認するために過去問を見てみようかということで。 この過去問への原点回帰ということで少し、A、講座の方コンセプトを作ってあります。そしてもう一つ現実的な対策方針を確認ということでこれも。 講座のコンセプトとしてご用意してるんですけれども、ま、あの記述式、まあ、70点満点なわけですけれどもじゃあそれがいつも満点近く点数が取れるのかというと皆さんもご存知の通り基準点というのはそれよりもだいいいぶ低いとととととここころに設定されるるがほとんどであるということであうすつまり全部の論点を完璧に解けなければ、えー、記述式の試験クリアできないのかというと決してそうではないということが言えるわけです。ですからもちろん すべての論点に対してしっかり答えを用意することができればいいんだけれども現実的に現実案としてじゃあど,ういうどの程度まで問題が解けていればよかったのかこのようなことを実際の過去問を見ながら実際のその年の基準点を見ながら確認していこうというのが講座のコンセプトになっています。で次ですが、じゃあ、 どんな方にお勧めしたいかということで2つのパターン私考えましたまず一つが記述対策の方向性自体にちょっと自信が持てなくて悩んでいる方ですかね。 まあ、なんとなく解いているんだけれどもなんかうまく解けてない点数が伸びないこのままこのやり方で続けていいのかな特にこれから、えー、改めて本腰入れて、えー、記述式の学習も進めていこうと思っている段階、まあ、学習の始めの段階ですかねこのあたりでじゃあ実際の過去問を見てその過去問の解け具合からじゃあ何が足りないのかどのあたりを重点的に勉強すればいいのかっていうのが見えてくると思いますので。 ちょっと解き方自身がまだ自信がないなっていう方にお勧めしたい講座ではあります。そしてもう一パターン、まあ記述対策の方向性がずれていないか確認しておきたい。こんな方にもお勧めどちらかというともう解き方自体はある程度自分の中ではまとまってきていて、当連だったり模試だったりは点数が取れてきていると、ただ。 本本当に本試験対策として大丈夫ななのかなっていう方特にちょっと直前期ぐらいでさすがにちょっと過去問で、えー、チェックしておこうかななんていう方にもおすすめだと思います。何回も過去問を解く必要はないかもしれないですけれどもやっぱり過去問を見た時にやっぱりあの雰囲気が択一の時も当連、えー、の問題だったり模試の問題とは違うと思いますからそういった意味では今の方向で合ってるよねって。 っていうのを過去問を物差しにして確認していただく。これもいいんじゃないかなということで、二パターンのおすすめタイプというのを考えた上で講座を作ってあります。次ですね。じゃあ、あとは、まあ、講義の進め方ということなんですけれども。講義の進め方に関しては、まずは。三時間の講義ですが、ユニット制で六十分かける三の三時間ユニット制を取っています。そして、全六回の講座なんですけれども。 1> 第1回の全体検討会、ここでは演習は行わずに、基準点と合格点を見ながら、記述対策の方針決定ということで、 まあ結局過去を受かってきた受験生の皆さんがどのくらいの点数を取って記述式の基準点を超えていったのかそして最終合格点との差ですよねいわゆる上積みとしてどのくらい取らなければいけないのかを見据えてじゃあ全体として記述式としてはどういう方針を取っていけばいいのかっていうのを過去のデータを見ながら皆さんと検討していきますので、まあ、ある意味データに沿ったやるべきことがはっきり客観的に見えてくるようなそんな解説 だったり検討を皆さんとしていきたいというふうに考えているこれが第1回目ですそして第2回から第6回これが過去平成29年から平成25年までの5年分の過去問を使って皆さんに実際に演習していただいた後にその内容を検討するとこのような回を設けています。方向性としては その年その年の基準点を見ながらじゃあその年の問題について基準点を超えるためにはどの内容までやっぱり知識は知ってなければいけなかったかあるいは問題文からどんな情報をしっかり抜き出しておかなければいけなかったか知識だったり着眼点をその年その年の基準点に応じて 基準点から逆算して考えていくようなスタイルを2回目から6回目までの演習会ではとっていく予定でいます。ということでこの演習会を通じていただいて、まあ、基準点を照らし合わせた現実案としてやっぱりここまでは、えー、知識は抑えておかなければいけないひな型は知っていなければいけないあるいは問題文の見方というのをしっかりトレーニングしておかなければいけないというこれから皆さんが記述、えー、式対策でどういう方向を向いて、まあ 進んでいけばいいのかをはっきりさせるためのこう羅針盤のような講座というイメージで、えー、講座を設計していますですのであのいろんな用途が、えー、考えられますけれどもあの皆さんの技術対策にお役に立つ講座ということであの考えてお作りしていますので興味がある方はぜひパンフレットをご覧になるなりえ、まあ、実際にご受講を検討してみてくださいそれではまたねこの講義の中で皆さんとお会いできることを楽しみにしています、えー、貴重なお時間いただきましてどうもありがとうございました